Hello， 大家好，我是鹿酱。画面中是我的老公文当，我们两个现在在日本生活。之前我们报名了我们人生第一次的观光巴士旅游，意外的玩得超级尽兴又满足，所以这次我们又报名了第二次啦。早上七点呢，我们到巴士集合地点集合。那和上次一样，签到完之后，导游给了我们一个信封，信封外面有贴着这次的座位表。那因为现在防疫的关系呢，信封里面还装着一支笔，还有健康状况的问卷声明。上车后填写之后要交给导游哦。另外还有两张旅游公司的贴纸，让我们可以贴在衣服或是包包上，让导游方便找人。那我们接下来上车之后呢，每个位置后面都有贴防接触的板板，椅子蛮舒服的，头靠着也不会有违和感。但要注意，因为空间比较小的关系，椅子是不能往后倒的哦。另外跟大家说，因为我刚打完雷射的关系，所以今天影片连夹都会有点黑黑的，再请大家见谅啦。那写完问卷，贴上贴纸，时间到就正式出发。皆様、改めまして、おはようございます。おはようございます。はい、本日はバスツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日7日皆様とご一緒させていただきます。今日のこちらのツアー46名満席です。今日はね、覚悟しておいてくださいね。ものすごくお腹いっぱいになります。お配りしました、食べ歩きチケット、買い物チケットのマップで、バスはどこに止まるんですか。我们到了第一站的采草莓。草莓我们上次呢又有采草莓，哇，見て，草莓，草莓呢？这里采草莓有跟每个盒子，另外还有炼乳。ルルちゃんの頭の上に虫がついてます。どこ？どこ？おっと、勢いが。おっと。いただきます。お。おしいちごだ。やめて。我们文当刚才看到蜜蜂在躲蜜蜂，躲蜜蜂，你也来躲。哇，好爽的天嘞，今天天气呢？天气好好。我こっちの方が好きかも。本当？ここは酸味があるやつらしい。味全然違う。所以美味しいと思う。超漂亮的，今天的天空超漂亮的。見て。何？好大哦。どれ？哇哦！好大哦！文当找到一颗超大颗的草莓，大家可能透过镜头不知道它有多大。我们找了一个小的比例尺，大家看这一颗有多大。大莓，大草莓，大草莓。采完草莓之后就要去吃午餐，午餐是螃蟹吃到饱，啃啃啃啃。那我们坐到位置上，已经摆好了餐点，有螃蟹，还有烤牛肉。还有火锅，而且他们的饭还是炊饭。他们后来一点，那我们也带大家看一下吃到饱的部分。噔噔，甜点吃到饱，甜点超多，感觉比上次的种类还要多。有蛋糕跟派，还有巧克力，哇，好丰富。还有杏仁豆腐，还有卡尼格拉汤。卡尼格拉汤的，哇，美味しそう。然后还有螃蟹可乐饼。哦，ルイちゃんの好きなやつ。これ。これが好き？嗯，ありがとう。螃蟹可乐饼一个，还有烤干贝，还有螃蟹烧麦，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 すごい，ね，为什么要给我放在上面？那还有螃蟹炊饭，还有螃蟹火锅，然后还有旁边是螃蟹吃到饱。好吃。カニのね味がしっかりついてる。这个上面还有螃蟹的图。カニ専用だから。しっかりカニの味ついてる。很甜呢，甘い。ね、甘いよね。美味しい、美味しい。文男又帮我剥了螃蟹。今天真的是从早吃到晚的心情，等下还要继续吃。卡尼布丁可可味是，真的。他们蟹肉奶油可乐饼也好好吃哦，我真的吃得到螃蟹耶！我觉得他们整个比上次还要更升级。今天的午餐太豪华了，这个火锅也开始滚了。やっぱ野菜もね、食べれるのがいいね。我们来续螃蟹，他们这个螃蟹呢是这里的负责人帮我们选。ありがとうございます。我们的螃蟹，感谢我们文当上次帮我剥甜虾，这次帮我剥螃蟹。ルーヨー。ありがとう。ほら、食べやすくしたから。ありがとう。谢谢。开心。
就要一块看他表。为什么文章吃这么多都不会胖？我吃一点点就会胖的。まあ大事よ大事。え、昼ご飯めっちゃ美味しかったね。ね、カニめちゃめちゃ美味しかったね。いっぱい食べた。あともう全部食べるスケジュール。今日はね、いっぱい食べて幸せになるよ。那下面也是跟之前一样，是可以购买土产的地方。我们之前这里喝的苹果汁非常的好喝。可以呢。你也很可爱啊。谢谢。不客气。タコも食べようかな。もう食べないでお願い。もう食べないで食べ過ぎ。今天天气真的超好的，超适合出来玩。我们回车上发现他们在位置上面有送我们小土产礼物耶，开心。接下来到的是豆皮屋，ありがとうございます。我们两个呢可以体验ゆば作り。すごい、なにこれ？哇，すごい！え、取りすぎ衣服じゃん。哇，豆皮耶，好酷哦！这是什么豆皮呀？蛋。いける。すごい。うわ。すごいラーメンみたい。面白いですね。这里有调味酱可以调。私もともとこういう大豆製品が大好きやな。美味しい。美味しいよね。歯ごたえがあるし、噛めば噛むほど大豆の味がする。那他们这里除了豆皮呢，还有很多其他的大豆料理可以吃。文章还又拿了竹轮，刚吃完午餐又吃了这么丰盛，这个法式治疗真的太超值了。那这里除了食物之外，还有提供饮料跟酒可以喝。我们两个倒了半杯美酒来喝，出来就是卖场，他们这里有卖我们刚才那里所有可以看到吃的东西。すごい、見て。何？哇，好可爱哟、哦！快讲没带。これルーちゃんみたい。你在那里哟。现在我跟文档已经来到下一个点。那他们这里很酷的是呢，这次居然提供我们600日元的餐券。我们今天早上上车的时候，他们就有发地图给我们看，就是整体的地图，然后还有详细的店家介绍。カリカリシュークリームを一つお願いします。好，我们两个买到了这个泡芙。他们店家外面有座位可以坐着吃，我们坐的这个位置那边还看得到樱花。お花見だ。そうだね。哇，富ちゃん見て画面。カリカリ。好漂亮啊、哦！哇，里面有满满的卡士达奶油哎，美味しい。カリカリする？嗯，そんなカリカリする。けど味美味しい。旁边有和果子自动贩卖机好酷哦。面白いね、和菓子とか、あとエコバッグも買える。みんな来たらぜひ買ってみてください。我们两个一直要赶着回去，文档。加油！やばい、カメラで分かるぐらい私とプーちゃんの距離どんどん離れてる。私たちはこれから一番最後の立ち寄り先、伊香保温泉石段街に向かってまいります。はい、石段街と湯本通りという地図を見てください。我们现在来到最后一站伊香保温泉街。这个十街总共有365街。6、7、8、9、4。なんか富ちゃんを見ると本当平和だなと思っちゃう。16、17、18。这个阶梯的两边全部都是观光商店，可以买一些小零食吃，边吃边走边逛。我之前就还蛮喜欢这个伊香保温泉，没想到可以再跟文当来一次，开心！这里整个好复古的感觉哦。伊香保温泉的石阶梯，他们这里呢有非常多竹汤，那为了让我们泡竹汤呢，刚才导游有送我们毛巾，让我们可以在泡竹汤的时候用，很贴心哎。有跟文当没有带，就想说这次就算了，结果他们有敷，就可以让我们好好享受这个观光。而且毛巾还是群马县的吉祥物，真的超可爱的。大家看它这个温泉水呢，是有点黄色的，因为它说里面有非常多的铁质。神社这里还有很漂亮的花，きれいだね，好漂亮。等一下去哪？哎，等一下，没有，哎呦好痛，不讲。没有酱，我们文当来买蒟蒻吃，因为现在蛮冷的，就想吃这种热热的东西。一串只要100日元。那我们今天的最后一站就这样结束了，伊香保温泉，拜拜。
165段，拜拜。Hello， 大家，那我们现在已经回家了。虽然说回家，现在已经过好几天了。この日はもう疲れてね。とりあえず今回のバスツアーはすごい楽しかった。まあ途中でもう死ぬほど疲れた時はあったんですけど、今思えばすごいいい思い出残ったなとは思いますね。二人ともバスの中で帰りはもう熟睡してましたんで。そう。あと今回は前と近くてお土産は前買ってなかったんですけど、みんながすごい駄菓子屋を買ったんですよ。駄菓子屋を買ったんじゃない、駄菓子を買ったんだ。確かに間違えた。我买超多的。我们接下来呢，这几天就慢慢的吃他买回来的駄菓子。皆さん日本の駄菓子興味ありますかね。俺ね中学高校の時にね学校の近くにね駄菓子屋さんがあってほぼ毎日通ってたの。そう駄菓子屋プロです。その中ではね雲丹のベスト5とかもし気になる方いたらねコメントで見たいって言ってください。ぜひ言ってください。そしたらね雲丹頑張って動画作るんで。まあ編集するのは私だね。まあね。好，那谢谢大家今天看我们这一支影片。今天看留言的时候，看到蛮多人来日本会特别参加巴士旅游的。其实我真的觉得蛮推荐的，因为真的不用怕交通问题，很好玩，再次推荐给大家。好，那我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。